はい、ではドラえもんの B のフレーズ、まあ、予習というところでやっていこうと思います。今までやったのは右手両手でやっていたんですが、ちょっと変わります。どう変わるかっていうと、まず数字で1234って出てくるんですね。まず1、ちょっと全部やりますね。1は右手と右足、1234って言います。1234で、ポイントは右手はずっと叩いてます。1234、足は1だけです。1234で、左手は3だけ。1234合わせると、まず足が入って1234 1234 1234 1234で、慣れてきたらだんだん速くしていきます。はい、まずはこれを挑戦していきましょう。以上となります。